信じられないことが起きまして、初めてこの FIFA UFT モードでまともな相手に勝ちました。今まではまともな相手には当たる気をボッコボッコにされても5、6点取られて、で泣き出しそうになって最終的には逃げ出したりしてたんですよ。で勝つ時はちょっとだけ勝ってる気を、それは逆に何なのこの人たちって、この人たち本当に人間なのかなっていうくらい信じられないくらい弱くてびっくりして、逆に怖くなってもう手加減どころじゃないみたいな。で、だから思ってたんです。なんでこんな両極端しかいないのって、まあ私が弱すぎるだけかもしれないんですけど、その私とちょうどいい勝負ができるくらいの相手っていないのかなって思ったら、まあ今日の相手はまあぶっちゃけ私よりは強いと思うし、少なくともカードもなんか見たら、その、やっぱりまあ今一人だけ映ってるけど、ケビンソンカバーに、それから、ラカゼットですね、ベールと、そうそうたるメンバーが80後半から90前半のもう数万円かかるようなレアカード軍団、それ見た瞬間分かるんですよ、勝てねえなっていう、そんなもん持ってる時点で相当やり込んでるわけだし、またボコボコにされて、だけど今日は逃げる気がしなくて、なんでかっていうと、その試合始まる前になんか知らんけどポイントがいきなり3万5000ポイントくれたんですよ、運営が。日本円にすると3500円くらいですね。まあ日本円にしてって言ってもその日本円に戻せないんだけど、そんなもらったからちょっと気前良くなっちゃって、私ももう7対8対0で負けてやるよって思って、でそして案の定ボコボコに前半されてくわけですよ。シュートが前半終了時点で17対0っていう、向こう17本打ってこっちは0っていう、ただ1点で済んだんですね。それが見ていただけは分かるけど、もうこのオンパレードですよ。ストラコシアの、まあ私 の好きなアルバニアのストラコシアばっかり出てるでしょ。ストラコシアがなんかスーパーセーブ連発して、で最後にこれが45分で決められちゃうんですよ。これ完全に気が緩みましたね。あともうちょっと前半終わるって思って、だから今までですね、なんでこれが入んないのっていうのがストラクシャが全部止めてくれたんですけど、決まるときはこういう大ポカみたいなので入っていっちゃうわけですよ。でまあ順当に今日負けていくんだろうなって思ったんですけど、逆にその17本打たれて1点で済んでるんで、まだ気前がいいわけです。そしたら奇跡的なことが起こって、後半開始早々このルギッチはですね、このモードをやる前からずっと使ってたんだけど、AI 相手にものすごく冷静なんですよ。ゴール前でものすごく冷静にいいところに流し込んでいってくれて、まあそれがこのモードでも健在でしたね。ルイッチの能力もだんだん年とともに落ちていってるんだけど、若い頃イケメンだったのにおっさんになっちゃったんだけど、ルギッチは本当にですね、いいところで活躍してくれました。でその後なんですけど、今度はまあもう我がチームのエースと言っていいかな、ヨベティッチですね、モンテネグロの。これも決まると思ってなかった、もう同点にされて負けでいいやって思ったらこうやるわけですよ。ヨベティッチもゴールダッシュ能力相当ありますね。で私の目指してたそのもう相手がとにかく圧力かけてくるんで、まともにですね、サイド逆にサイド突破ができないから、どんどん中央に切り込んでいけるドリブル能力のある選手だけ前線に集めてっていうのが今こうだん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 結び出してますね。あと守備が完全にダメだったのが、この試合はそうやってものすごく止めてるわけだから何度も走り返して、監督をシメオネに変えたんですよ。多分そのおかげだと思う。シメオネ効果は本当にすごかったです。